今の何？枝でしょ。ああ、あれはただの岩。そうか。ああ、背中に落ちたの雲。いい加減にしてってば。ただの葉っぱよ。背中見せて。葉っぱよ。やっぱり。さあ、急ぎましょう。安全な場所を見つけないと。安全な場所？ここジャングルだ。普通ジャングルって言ったらさ、安全な場所って意味じゃないぞ。言いたくないけど、私たちの種はもともとジャングルに住んでるのよ。そんなこと言われなくったって、アニマルプラネットを見てるから知ってる。食物連鎖も知ってるぞ。見たか？ここじゃ僕はただのオードブルだ。毛の生えた春巻きみたいなもんさ。だから地上じゃなくて木の上で寝るんでしょ。お先にどうぞ。いや、ここはちょっとね、僕はやっぱり人間の作ったものの中にいた方が落ち着く。あそこはどう？え、見てろよ。あ、うん、ちょっと待って、もう、うん、平気だよ、飛べなくても。だけど鳥は飛ぶものよ。だって飛べたら自由でいられるし、誰にも頼らなくて済むのよ。素敵でしょ。うん、どうかな、ちょっと寂しそうだ。少し寝ましょう。僕はもうしばらく起きてようかな。時差ボケが治ってなくて。おやすみ。おやすみ、ジュエル。